寿司ロール出た、シュリンプチキンカツ、ローストビーフです、ちゃんと切ってくれるんだ、すごい明らかにレベル上がってる。あ、いいパレ、ほらスモールフロート通過中で、もうそろそろ終わりですね。はい、みです、こんにちは、どうどうも。今日僕はランドのこちらクリスタルパレスレストランに来てますよ。クリパレ久々ですね。クリパレビュッフェはですね、今日なんと視聴者さんが予約取れたんでいかがですかというお誘いいただきました。ありがとうございます。もうほいほい乗っかってきます、ついてきます。今3月下旬なんだけど、またメニューがね変わってるんでね、どうなってるのかね、あの最新情報をちょっとお伝えしたいと思います。それでは行ってきます。はい、席通されました。じゃあ早速フード紹介いきますね。はい、ベジタブルスープですね。はい、ライスチキンカレーです。こちらキンパナムルですね。巻き寿司です。ライスボール、サーモン、おー和風ですね。寿司ロール出た、シュリンプチキンカツ、寿司ロール食べ放題だ。サラダですね、こちらサラダね。でトッピングのクルトン、こちら右トマトですね。トッピング左から粉チーズ、ベーコン、チーズドレッシング、バフドレッシングです。はい、こちらエビと春雨のサラダですね。こちら生ハムマンゴーですね、うっそう。こちらポテトとエッグのサラダですね。こちらコールスローです。こちらチキンとベジタブルのサラダ、カッテージチーズ添えですね。こちらね、本日のおすすめって書いてあるね、なんだろう、バジルパスタだと思われます。こちらね、タコとブロッコリーのガーリックオイルソースですね。こちらアイガモとオレンジのサラダですね。こちらビーフシチューですね。こちらオープンサンド、ラタトゥイユミートですね。こちらエビのチリソース煮ですね。こちらミートソースのペンネのグラタンですね、美味しそう。こちら茶碗蒸しですね。こちらね、チキンの和風あんかけですね。こちらポークカツレツ、ベジタブルトマトソースですね。おい、ローストビーフです、ちゃんと切ってくれるんだ。ソースは和風ソース、柚子風味、ストロベリークレープ、バニラアイスクリーム添えですね。こちらスパゲッティにシーフードのトマトクリームソースですね。こちらハンバーグですね。こちらケチャップおにぎりですね。こちらフライドチキンですね。こちらエビフライです。はい、あとパンですね、ミッキーの形のシルエットが入ってます。こちらフルーツカクテルですね。こちらパイナップルです。はい、こちらリンゴですね。はい、こちら本日のおすすめって書いてあるね、これバームクーヘンかな、バームクーヘンですね。こちらも本日のおすすめ、これチロスじゃん、やった、これ多分シナモンチロスだよね。チロス、すごい、チロス食い放題。こちら本日のおすすめ、これベリームースですね。どっかのショップのベリームースだと思われます。はい、こちらミルクプリンですね。こちら紅茶のシフォンケーキですね。こちら紅茶とリンゴのケーキですね。こちら本日のおすすめ、これはプラザパピロンレストランにあるんじゃないかな、プリンですね多分ね。はい、こちらソルベリーショートケーキですね、美味しそう。こちらミルクチョコムースですね。こちらなんかミニーのケーキがあるよ。わー、はい、こちらティラミスですね、ミッキーのシルエットが入ってます。あとドリンクですね、ファミレス方式ですね、アイスコーヒー、アイスウーロン茶、そして水、コーラ、ファンタゴールデンサイダー、ファンタメロン、アイスティー、オレンジジュース、ホットコーヒー、そして紅茶、ウーロン茶、紅茶1種類ですね。以上です。はい、取っておきましたよ。寿司系とですね、あとペンネパスタとね、エビチリとね、あと鶏とカツとローストビーフ、パンと、もう和牛折衷節操なく、もう美味しそうなものバーンと取ってきました。いただきます。はい、いただきます。なんと外席です。なんでかというと、これからなんとイーパレが来るんですよね。なのでイーパレ背景に食レポできたらいいなと思いました。そして今日はハツハツさんが同席です、相席です。ありがとうございます。いただいてます。いただきます。でこれね、パワーアップしてるね。4500円なんですよこれ。で高いんですけど、明らかに高い分良くなってる。
ロースビーフ切られたけど昔なかったんで、昔確か3000円だったんですよね。だから高くなってる分レベル上がってますね。これ初めはね、一丁前に4500円ってホテル並みに取り上がってると思ったんだけど、これ妥当だね。すごいわ。ロースビーフ美味しいし、昔なかったもん、ロースビーフなんてね、なかった。これエビチリも美味しいんで、ライスにもらってきてエビチリで導入しようかな。2回目、美味しい。ローストビーフが美味しい。びっくりした。パークの割には頑張ってるよこれ。すごい、うん。パンもこれミッキー入ってて、普通のどっかのレストランのこれパンだよね。確かにこれはね、75分にしないとこれダメだよこれ。ペンネのグラタンも美味しい。うん、美味しい。あと寿司ロールですよね。これディズニーシーの寿司ロールですよ。これあのベースのテイクアウトも。いきます。うん、同じ。あとチロスも多分あれ食べ放題なんで、ちょっとこの後チロスも行きますね。うん、美味しい。あとチキンね。これチキン行くよ。大きいな。これ行くよ。え、チキンも美味しい。すごい、明らかにレベル上がってる。すごい。いや、これ絶対これパワーアップしてる。すごい。あ、いいパレ。ほら、おいおい、これ聞こえる？ほら、キンパいきます。ナムルいきます。うまい。これヒレカツいくよ。ヒレカツいきます。え、これヒレカツだからさ、実質これ一口カツなんだよ。トマトソースの一口ヒレカツだよ。めっちゃ柔らかい。めちゃくちゃうまい。来たよパレード、ブルーベリー来た。ちょっと待って、これ映るかな。ほら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 、マジでこれパレードバックっすよこれ。おお、はいはーい、はいはーい、こういう感じね。おーい、さすがにこっちは目線込めだろうな。はい、いいパレ通過中です。副船長通ってったよ。トイストーリー通ってった。今アラジンジャスミンですね。はい、いいパレ BGM でね、フード2回目取ってきました。ビーフシチューと、あとエビチリ丼作りました。あとスパゲッティに、トマトのクリームソースと、あとタコとブロッコリー、そしてローストビーフおかわりですね。いきます。はい、2回目いきます。いや、これめっちゃ美味しい。まずローストビーフね。いいパレもいいよ。ほらほらほら、はい、今ジュニーフロートね。あとね、ビーフシチューにちゃんとビーフが入ってんの、すごいよこれ。今までなかったもん。ちゃんと肩ロース多分。ラプンツェル来た。ちょっといい？ほら、ラプンツェル来た。うん。はい、そしてエビチリ丼作りました。オリジナルで。いきやーす。これはいい、おすすめ。はい、エビチリ丼はね、かなりおすすめです。そしてシンデレラ、シンデレラ。ほら、はい、今スモールフロート通過中で、もうそろそろ終わりですね。いやー、ちょっとこっから見るイーパレもね、なかなかいいですよね。はい、いいパレ終わりました。じゃあ最後デザートいきます。ティラミス、いちごのショートケーキ、紅茶のケーキ、プリン、そして多分これミッキーチロスシナモン味ですね、多分ですね。じゃあこちら、そしてホットコーヒーです。いきます。じゃあまずね、チロス行こうかね。夢のチロス食べ放題、いきます。シナモンだ。普段売ってるのがね、食べ放題嬉しいんですけど、こんだけ食べた後にね、チロスもうこれで十分ですね。
はい、じゃあトレモスいきます。あ、うまいよ。トレモス何、カカオとかチョコの風味があって美味しい。ティラミスいいな。次じゃあイチゴのショートいきます。イチゴショートね、ド定番だよね。生クリームが美味しい。じゃあ次紅茶のケーキいきます。紅茶のケーキね、あ、まあ紅茶のケーキはまあ普通に美味しいね。うん、でも美味しい美味しい。じゃあ最後プリンいきます。プリンね、キアース、あ、プリンもうまい。でもね、今食べた中ではティラミスかな。ティラミスが一番おいしい。はい、クリパレビュッフェ75分ってことでもう終わりなんですけど、早い。はい、こちらですね4500円ってめちゃくちゃ値上がりしてて、うわーないわーと思ったんですけど、いやいやいや、これクオリティめっちゃ上がってますね。高い分クオリティが上がってる。さっき言ってる通り、なんかローストビーフちゃんとねシェフが切ってくれるとこがあったりとか、あとビーフシチューもちゃんとビーフゴロンってあったりとか、あとチキンも美味しかった、カツも美味しかった、パスタも美味しいし、デザートもねチュロス食べ放題があったり、パークのフードがね、あのデザートフードがね集合してたりして、いやーレベル高くなってる。3000円の時はねこんなレベル高くなかった。すごいわ。なんで高いだけはありますね。ホテルクオリティと言ってもいいぐらい良かったです。これで75文字なかったらもっと良かったんだけどね。それで90本欲しいですよね。まあでもそこはね、こんだけ、ね、美味しいものを集めてるから、これで90分とかだったらきっとね赤字になるのかもしれませんね、わかんないけど。はい、なんでこちら高いけど高いだけありますね。おすすめです。はい、よかったら参考にしてください。じゃあすいません、今日は予約ありがとうございました。はい、ごちそうさまでした。また今夜になりました。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあねー。